レジェンドに昇格でーす。まだまだじゃ、おもろいだけが正しいんや。いや、お前十分おもろいで。すごいな、才能あって。ベーコンズの漫才を作りたいね。父やと大喜利5年、ハガキ3年、構成作家1年、相当笑い野郎だな。誰に任せるの？俺降りるよ。プロってなんじゃ。こいつおかしいですって。お前ここじゃなきゃ生きてけねえぞ。続いてはラジオネーム土屋孝之。